皆さん、こんにちは。ナフキーです。ということで、前回なんですけど、生物のね、合成の動画を上げたと思うんですけども、あれは散々な結果でしたね。もちろん、僕がいけないと思うんですよ。HP っていう単語をね、出してしまったんで、HP やっぱ反応しちゃうわけなんですけれども、言霊ってやつですね。なので、ちょっとね、前回のリベンジと言いますか、またね、本日、可能性の塊の生物が出ましたので、そちらの方をね、強化していきたいなと思います。また、前回と同じように、初期3オープだったので、プラス4まで強化の方をしてみたんですが、なんとですね、前回を超えそうなくらいのね、こちら花なんですが、見ていきましょう。こちらが出たんですけども、前回の花より攻撃実数値はあるんですけど、他のパラメーターがめっちゃ強くないですか、初期値が。いつも2番目に高い数値ですし、攻撃力と回避ダメージに関しては最大値なんで、めちゃめちゃ期待が高い生物になっております。そしてなんですが、なんとね、今回もう一つありまして、こちらなんですが、これやばくないですか？これも。メイン攻撃力で、元素チャージ効率、回避ダメージ、元素熟知、回避率、全部ついてる。これも伸び方によっては本当に化ける生物で、今のリサさんが装備している特権なんですが、こちらなんですよ。全然、まあ、これも強いんですけど、全然更新あり得るぐらいなんで、てか伸び方によって本当にあっちの方が圧倒的に強いんで、それこそリサさんにも使えますし、瀬野くんにも一応使えると思うので、ちょっとこの2つの方を強化していきたいなと思います。ってことでね、また、おみくじの方を引いていきましょう。ということで、見ていこうかなと思います。前回はね、なんで大吉なのに HP が伸びたのかっていうと、絶対僕が HP って言ったのがやっぱフラグ立っちゃったんで、今回も何も言いません。ってことで見ていきます。まあ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 、正直ね、ここはね、末吉だろうが、大吉だろうが、言霊さえ言わなければ大丈夫だと思うんで、何も言いません。ってことでね、今日の縁起物の発光髄だけ取りに行きましょう。ということで、発光髄を取ります。よし。ということで、前回と同じように、人活簿にやってまいりました。で、前回と違うのが、こちら、鳥居をね、設置したので、少しは運気上がるのかなーって思います。ってことで、またね、リサさんの生物を作っていくんで、リサさんの目の前に座っていきたいと思います。結構さ、いい感じじゃないですか、僕が作った感じにしては。ということで、やっていきましょう。ってことで、またね、前回と同じように、一気にやっていくんですが、事前にね、こちら、用意しました。僕は、何も言わないよも、もう分かってるんで、僕はね。ってことで、行ってみましょうか。お願いします！お？お？え？うん？待って。そう、来たか。悪くは、ないけど攻撃に伸びしちゃった。前回 HP に伸びで、今回は攻撃力に伸びですか。嘘でしょ？しかも回心ダメージ最低値だし、スコアは 44.1 と、なかなかに強いんですが、あと1回率伸びてくれたらな。クソ悔しいな。だがまだ諦めるところじゃない。もう一個あるじゃないですか。こちらですよ。これによってはマジで皆さんが化けるぞ。ってことでまたね、素材の方用意していきたいと思います。ということで、素材が揃ったので、強化していこうかなと思います。やっぱり動画的にやっぱさ、どれぐらい伸びてほしいとかやっぱ言った方がいいよね。一応今リサさんが装備しているのが、回心ダメージが 28% の回心率 6.6 かな。なんで、率2回伸びて、回心ダメージ2回伸びてくれれば、嬉しい。そう、率が、最悪 9% 落ちても、リサさんのダメージは200いくんで、回心ダメージ19以上いってほしいかな。ということで、やっていきましょうか。回心ダメージ2伸び、回心率2伸びしたら、やばい。ってことで、もう、一生に一度あるかわからないくらいの神生物、やっていきましょう。お願いします！あ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 ！え？ねえ、ゲンチャもそうだけど、HP 攻撃力パーセンテージもそうだけど、もう2回伸びってのがデフォルトなの？嘘でしょ？やばい、泣きたくなってきた。また厳選頑張るか。